サソリザ AR 星は、サソリザの方向に約380光年離れた位置にある、連星系である。主星は白色矮星で、晩星は太陽よりも小さな赤色矮星である。主星の白色矮星の大きさは、太陽のわずか1%で、地球とほぼ同程度だが、質量は太陽の0.81倍から1.29倍とされている。 晩星の赤色 Y 星は太陽の0.36倍の大きさと0.28倍から0.45倍の質量を持つ。もともとサソリザ AR 星は3.56時間周期で変更を繰り返す、変更星で縦座デルタ型変更星に分類されていた。しかし近年の観測によってこの連星形が3.56時間周期とは異なる1.97分周期の 変更が存在することが分かった。この周期は変更性としてはあまりにも短い。2016年、バックリーラの研究チームがこの連星形を詳しく観測したところ、主星の白色矮星がパルサーと同じように電磁波を放出させながら自転していることが判明した。それまでパルサーはいくつも発見されていたが、白色矮星のパルサーは 理論上では存在するとされていたものの実際に観測された例はなかった。白色外星からは高速に近い速度で電子などの電磁波が放出されている。それが時折、万星の赤色外星に衝突することで1.97分周期の変更をもたらしていると考えられている。万星は主星の強い重力により毎年 太陽質量の一十9倍分の表面のガスが主成に吸収されている。サソリザ AR 性の異常な性質は最初アマチュア天文家によって発見された。ありがとうございます。